おお。当てね。うわ、いい。若いな。若いなと思います。まあ、途中で僕小学校4年生の時に交通事故に遭って1年ぐらい柔道から離れた時がありました。その時に野球をやったりサッカーをやったりして柔道をやめようと思ってました。道場の先生が、まあ、毎日家に来てお前は柔道を続けろということを、説得というか柔道をやめるなということを言ってくれました。その当時の自分に言うことがあるとすれば、柔道をやめなくてよかったねということを伝えたいなと思います。3歳の頃に僕のお兄ちゃんが、兄が柔道をやってまして、俺もやるというきっかけで柔道を始めました。で、日本一になるっていう目標を小学生の頃から持ってましたので、もっと強い中学、もっと柔道を一生懸命できる中学校に行きたいということを、ね、親に伝えて、中学から親元離れて寮生活をしながら、柔道を競技を続けていました。まず、100キロ級の方から。100キロ級には井上康生という選手が僕の上にはずっといました。で、井上康生さんが100キロ級で戦っているという間に自分が100キロ級以外の階級に変えようという気は全くありませんでした。これは、井上康生に勝ちたいという思いと、逃げたと思われたくないという、これは、まあ、僕の意地というものがありましたので、100キロ級で、戦い続けていた一つの、大きな理由になります。2003年大阪、世界選手権金メダル。100キロ級で井上康生に勝って世界で勝つという目標を持ってましたので、これは100キロ級マイナス100の大会試合ではなかったので、コンプリートしたとは思っていませんでした。大きい選手と戦うということ自体は決して苦では、苦しくはなかったです。外国人の、大きい外国の選手との慣れというものを少し覚えてきたので、あまりこうスタイルを変えたということはなく、最初は投げられることも多かったですし、まあ、自分の技が通用しないこともありました。でもこう試合を重ねるごとに自分の柔道スタイルってものが通用するようになってきたかなと思います。初めてこの 100kg 超級という階級で世界に挑戦する戦いでした。このオリンピックというのが、勝たなきゃ帰れねえなという思いでもいました。ずっと 100kg 級で戦ってきた選手がいきなりこの階級 100kg 超級に出るということが、どれだけ大変なことか、どれだけ勝つっていうことに執着しなきゃならないかということを、日本にいるときにトメノフと戦ったらこう来るだろうな、僕が足技をかけたらこういうふうに、ま、防いでくるだろうなということをずっとこう反復練習をしていました。イメージを作ってました。技に小外刈りという技をかけて相手が手をついた、そしてこの後に決めということを、技をしっかりと決めるということを使って一本を取ることができました。まあ、この舞台に立てたってことがすごく嬉しいですし、金メダル取れたっていうことは僕の、まあ、柔道人生でもすごく大きな誇りになってます。僕は小学生の頃に柔道を、幼稚園から柔道を始めたんですけども、まずは道場のクラブチームの先生に報告したかったなというふうに思ってます。もう僕がオリンピックで金メダルを取る前に亡くなってしまったので、本人に報告したかったなというふうに今でも思ってます。山下先生から、まずはオリンピックで優勝した選手が、当時はオリンピックの次の年に世界選手権があって、オリンピックで金メダルを取った選手が次の年の世界チャンピオンになるってことはすごく難しいことだと言われてましたので、山下先生が言うぐらいだからやってやろうって思ってました。で、この次の年のエジプトの世界選手権で初めてマイナス 100kg 級で世界チャンピオンになって、
私が内股で勝ったんですけども、涙を流して喜んだと思います。アテネオリンピックでも2003年の大阪の世界選手権でも泣くことはなかったんですけども、100キロ級という階級で勝った、世界選手権という舞台で勝てたということが非常に嬉しかったです。現在は全日本柔道男子の監督をしております。立場の責任というものはやっぱり日本が柔道を引っ張っていく、柔道界を引っ張っていくという自覚を、日本の柔道家は素晴らしいと思われる。で、また今は日本代表の選手もたくさんの世界選手権チャンピオン、オリンピックチャンピオンがいますので、日本代表の監督になるのかコーチになるのか、ひょっとしたら IJF の方に入るのか、未来というものは分かりませんけども、人に求められる人間になってもらいたいなというふうに思います。これは柔道界だけじゃなくて、タイトルを持った選手がどれだけ柔道の道を極めていけるのか、また現役を引退した後にどういった人生を歩んでいくのかということの方が、このオリンピックのチャンピオン、世界チャンピオンを持ってる人間の意味が出てくるんじゃないかなと思います。